私は学者ですのでですね、当然なんですが、常に自分の言っていること、もしくは自分がやっていることに対して根拠があるのかと、いうことを問うわけですね。これは当然なんですが、御用学者の中には、間違いを分かってて、露骨にこう言ってる人も随分多いんですけれども、真面目な学者はですね、やっぱり自分で事実であると、またこれは正しいというふうに思うことを言うわけですね。それが間違っているかどうかは別なんですね。人間は正しいことに到達するのは非常に大変なので、間違ってるかもしれないけど、少なくとも自分の言うことには学問的根拠を持ってるっていうことですね。ところが 多くの人は直感で何かを正しいと思うことがあるようですね。例えばタバコを吸うと肺がんになると、いうことがあるとしますね。これが一番反論が多いんで、これを使うわけですが、そうするとですね、皆さんは直感か伝聞で、正しいと判断したりするんですよ。で、あるいは時々カッとなったりするぐらい信じてしまうんですね。ところが私は、タバコを吸ったら肺がんになるというのが新聞に出てようと、テレビで言おうと、がんセンターが公表しようと、その時点では別に、そういうこともあるんだなっていうぐらいなんですね。それで自分で意見を言うときには調べてから言います。それはどうしてかっていうと、私の学問に対する信念なんですけれども、もしも直感だけが正しければ、おそらく人間は今でもですね、迷信を信じたり、いろんなことがあってですね、やっぱり進歩がしなかったかどうかは別にして遅かったと思うんですよね。やっぱり学問的手法、つまり一つ一つが正しいと、いうことを確認しながら進むと、いうことは直感で決めるよりか呪いんですけれども、やっぱり確実性があったんじゃないかと私は思うんですね。ですから必ず事実、それを整理して、それを議論して、自分の意見を作って、そしてそれが集積すると、おのずと人間ですからある感情になるという順序を、立ててきました。まずは、例えばタバコを吸うと肺がんになるということが、どうかなと自分で思った時にはですね、多くの人はタバコ吸ったら肺がんになるという論文を読んだり、それから本を読んだりされるんですね。それはどうしてかって言いますと、自分で整理するんじゃなくて、人が整理したものを見るっていうことになりますからね。それはある意味で訓練を受けてなければ、仕方がないといえば仕方がないんです。ところが私はもちろん学問としての訓練を受けてるので、タバコを吸ったら肺がんになる、そうかもしれないなと最初思ってるわけですよ。先入観がありませんからね。それでタバコを皆さんが吸っていた1995年、90年ぐらい、禁煙運動が始まった頃のデータ、1965年でもいいんですけれども、1965年ぐらいからもうアメリカ、イギリスでは禁煙運動が始まってたんですが、日本で激しくなったのは1990年ちょっと前なんですね。1980年代。その頃大体タバコを吸ってる男性の場合は80%ぐらいの喫煙率でした。そうすると日本人全体は1億人から1億2000万人ぐらいいましたので、大体5000万人からぐらいが、5000万人から6000万人ぐらいが、タバコを吸う対象者ですが、未成年者とかいますので、大体タバコを現実に吸ってた人は4000万人、ちょっと少なめに見て3000万人っていうような感じだったんですね。その時に肺がんで死んでる人は1年に4000人ぐらいなんですよ。で、まず私は、と思ったんですね。つまり私が調べる事実なんですね。タバコを吸うと肺がんになるっつってるけども、4000万人吸ってて、たった4000人しか肺がんで死なないの？ってこう思ったわけですね。もちろん肺がんで亡くなる方のうち、タバコじゃない方もおられますからね、腺がんなんかで。だけど、それを全部入れても、1000人に1人、1万人に1人。いや、そりゃちょっとこう思ったわけですね。そこで、実は整理を始めたんです。今度は事実を集めて、整理を始めたわけですね。で、別に、その時は私、タバコを自分も吸いませんしね、何も疑ってはないんですよ。タバコを吸ったら肺がんになると、そうかぐらいしか思ってないんですよ、実は。ところが、調べていくと、最初の私の推定はちょっと間違ってた部分もあるんですね。例えば、4000万人吸ってて、
それで4000人というと1万分の1なんですけれども、吸ってる人はまあ全部今年吸ってるんですが、肺がんで死ぬ人はまあ80歳になって死ぬとか60歳になって死ぬんで、それを80で割らなきゃいけないんですね。つまり対象者を限定せないかんので、そうするとまあ思い切って100で割りますとね、4000万人のうち、4000万人のうち、4000人が死ぬんじゃなくて、今年死ぬ人は100分の1、まあ、40万人ですね。もっと本当はちょっともうちょっと多いんですけど、まあ40万人。40万人タバコを吸ってる人が死ぬ、そのくらいですかね、死ぬうち4000人ということになると100人に1人。まずこのデータが出てきたわけですよ。出てきたっていうか、まあすぐ分かったわけですね。そうしますとね、これで次整理を始めたわけですよ。いろんな整理を。どうしてかっていうと、その100は、思い切って100で割ってもですね、100人に1人なんですよ。タバコ吸ってる人100人に1人。それを日本語としてですね、タバコを吸ったら肺がんになると言えるのかっていうと、私は絶対に言えないと思います。100人の人がタバコを吸って、そのうち1人が肺がんになると言うんだったらですね、タバコを吸わない人がどのくらいかっていう計算もしなきゃいけないし、もう複雑ですよね。タバコを100人が吸って99人が肺がんじゃなくて1人が肺がんだっつったら、それはタバコを吸ったら肺がんになると言っちゃいけませんよ。だってそう言ったらタバコ吸ってる人は、まあどんなに間違っても10人中5人ぐらいは、つまりその過半数は肺がんになると思わなきゃいけませんからね。そこで整理を始めた。これは女性の喫煙率は 17% でずっと一緒なんだけどもどうだろうかとか、それから今でいう副流煙とか、そういうのを整理しました。この整理しただけでは私は結論を出しません。肺がんの専門のお医者さんのところに聞きに行ったりですね、いろいろします。私は必ず議論をします。それから親しい人、私を随分助けてくれた人が私の人生には多いんですけど、その助けてくださったのは、私がある程度まとめるとそれをメールなんかでちゃんと読んでくれる人に送るんですよ。それでもしご意見があれば寄せていただきたいんですけどって言いますと、大体まあそういう方は科学者だったりしますので意見を寄せてくれます。そうすると意外な反論もあるんですね。でそれをこう整理をいたします。でこれは整理して議論して自分の意見を作っていく段階ですね。そして最終的にどうもタバコを吸ったら肺がんになるっていうのは間違いであると、学問的には間違いであるという結論に達します。その間にはもちろんお医者さんなんかとも話をしております。で自分の意見を作り、まあ、本を書くと。なぜかというと、自分一人が、私タバコも吸いませんしね、自分一人がタバコを吸わないは別にどうだっていいんですけど、世の中の人に言うってことになると必要なんですね。ただテレビ局ってのはインチキなんですよ。テレビ局はですね、事実を集め整理し議論するってことしてないんですよ。一回ココナッツオイルがそうでしたね。私ココナッツオイル放送するってんで調べたら、どうも脳にいい影響がないんじゃないか、あまり毒性に関するデータがないのでやらない方がいいんじゃないですかってテレビ局に言ったら、テレビ局は流行ってるからって言ったんですよね。つまり本当に視聴者のために調べてやってるわけじゃないんですよ。まあ本当にそういうことが多いんですね。ディレクターって言ってる人がですね、これをやったらみんなが喜ぶだろうっていうのをやるんですよ。で本当にそれでいいんですかね。で私、まあ、ネットとか、それから視聴者の方とか、まあ、いろんな方と、それから個人もそうですね、接触するわけですが、時々ですね、自分の相手の方が言ってることに根拠があるのかなと思うんですけど、ほとんどは受け売りなんですよ。その受け売りが根拠のようにも思うんですよね。例えば NHK がこう言ったとか、ミノモンタがこう言ったということは根拠なのかということなんですね。もしもそれが根拠であればですね、難しい、これは宗教の問題と一緒なんですけども、キリスト教と仏教と例えばイスラム教があると、じゃあどれかを、3つのうちどれかを信ずるってことになると、信じる根拠がいりますよね。キリスト教を選ぶとか仏教を選ぶとか、それからイスラム教を選ぶっていうのは選ぶのに根拠がいりますが、大体の場合は、まあ、生まれつき親がそうだったとかですね、まあ、そういうのが、どこに住んでた、中東に住んでたらイスラム教になったり、日本に住んでると仏教になったりする、それだったら根拠ないんですよね。
この問題と同じようなことが起こってしまう。まあ、これは人間社会というものがですね、どこに根拠を求めるかという非常に深い問題を示唆していると思うんですね。